皆さんこんにちは。クリプトンです。今回はタワーがセクション18に更新されたので、交換禁止縛りの代わりに、タワー攻略紹介をしていきます。それではどうぞ。チャンネル登録よろしくね。まずは見ての通り、未だに持ち込みバグは健在ですね。周回用の装備紹介をしていきます。まずこの登山装備は、幸運がついていて、クールダウンができ、ラッシュで加速できます。弓はバーストボーストリングで倒せるようにしてます。テンポセクトで加速できます。タワーを素早く周回したいので、アーティファクトもスピード重視です。近接は何でもいいです。今は先日公開した破滅を装備しています。というわけで回っていきます。敵がいないところは素早く移動して飛ばします。あとは転がるだけです。一瞬でクリアです。こんな感じでやっていきます。13回までやってきました。この地形は初めてですね。燃える火事場のコアがあります。ちなみに今回のタワーはセクション8の使い回しですね。この回もクリアです。ですが門が閉まってますね。多分これを全部起動させるのですね。見逃していましたね。次からはすぐに解除できるようにしたいです。19回です。この回はアイテム縛りの時にロイヤルガードにボコボコにされた苦い思い出があります。今度はボコボコにしてやりましょう。クリアして報酬をもらっちゃいましょう。ラスボスはなんだ？ノギでした。バリアを壊すのが若干面倒ですね。というわけでクリアです。報酬は何かな？ゴミ。ユニークなし？ひどすぎますねこれは。幸運ちゃんと働いてるか疑いたくなります。というわけでタワー攻略紹介でした。よければ、チャンネル登録等お願いします。それではまたねー。